シリー滅裂な主義主張を剣伝したチラシは、電波、ビラ、電波文書と呼ばれ、公共物への張り紙や駅前のビラ配りに紛れていることが多い。電波系は、口頭無形な妄想や主張を周囲に向かって公言するもののことを指すスラング。他に、電波、電波、デムパなどと表記されることもある。電波の操縦心、更新は、ユンユン、ヨンヨン。 やんやんという疑音で表現される。もともとは頭の中に何者かからの声、思考、指示、妨害が電波で届くと訴える人のことを指していた。こういう被害妄想の症状を発する者は、かつて電波が一般的でなかった時代は、動物や霊によるものともされ、狐熱きなどと呼ばれていた。自分や周囲が電波に操られているという主張は近代化により、 電波を受信し発生する機器が身近に置かれるようになる昭和期に現れ始め、ラジオからの電波からテレビからの電波といったように技術の進展に伴い発生源が変化してきている。近年では部屋に盗聴器が仕掛けられている、無線で思考を操作されている、インターネットを通じて見張られている、頭にマイクロチップフィードを埋め込まれてコントロール。 されているといった主張も見られるようになってきている。また、1980年代後半より、電磁波の人体に対する影響が問題視され始め、特に頭部や脳への影響が示唆された。同時に身近に、電子レンジ、電磁誘導加熱を用いた、家電、携帯電話など強い電波を発する機器が溢れるようになり、電磁波攻撃を受けていると主張するものも出てくるようになった。 このような被害妄想の発言としての電波は1981年の深川通り摩擦人事件の犯人が自らの行動を電波が命令したと証言したことで一般にも知られるようになってきた。もっとも一般化した電波、電波系の使用はこういった厳密な医学的定義に限定されるものではなく単におかしな主張をする人や 社会常識に当てはまらない行動を取る人にまで用いられる。そのような意味での電波系の使用はサブカルチャーやオタク系の媒体で用いられることの多い表現で電波系な人々と長期にわたってやり取りを続けた宝島30、別冊宝島などを出版していた宝島編集部、また電波系な人を国内のみならず韓国、北朝鮮にまで探し求めた 特殊漫画家の根本隆史自身がこのような症状に苛まれているとする、鬼畜系ライターの紫百オラの活動が背景にある。彼らや創作の中で電波系を表現した者たちにより、1990年代前半より、電波、電波系という言葉は広がっていった。漫画家、イラストレーターの渡辺和弘は、ガロ1980年9月号に、独電波という、 させられ体験による電波の攻撃に苦しむ人が登場する漫画作品を発表しているが、これは被害を受ける側としての話だけでなく、電波を使って他者を制御するという、させる側としての電波表現も現れている。特殊漫画家の根本隆史はこの漫画を読んだ後、実際に電波の攻撃を受けている人々に出会って驚き、実著で電波の存在を広めた。 デビット・クローネンバーグによる1981年発表の映画スキャナーズは妊婦用睡眠薬の副作用により他者の思考が脳内に強制的に聞こえるようになった主人公らスキャナーが意識を集中することで他者の神経に乗り移りその行動を制御果ては電話回線を通して電子機器の破壊まで行うものであったこのスキャナーズにおけるさせられる 被害としての電波ではなく、相手を制御する、加害手法としての電波の使用は、日本の文芸作品に取り入れられていく。音楽家、小説家の大月健治はその作品の多くで電波を表現し、様々な影響を与えた。また大月は、インディーズの時期から、筋肉症状体の歌詞や表題に、電波を使用し、メジャーに出て、以降も、妄想の男、電波ブギー。 くるくる少女などの楽曲に電波を組み込んだ。また、釈迦や、僕の宗教へようこそでは、電波の発信源であるアンテナも登場し、電波体験と絡む表現を多用している。特に大月が1992年に発表した、小説、信仰宗教、思い出教においては、スキャナーズ同様に制御、加害手段として、念じるだけで他者の精神異常を誘発する電波、メグマ派で、 敵対勢力を相当する物語を描いた。大月の信仰宗教、思い出教とくるぐる使いに刺激されて、1996年1月に高橋達也の脚本による雫という美少女ゲームが発表された。この作中において思考制御を引き起こす力は独電波と表現されている。雫はビジュアルノベルという能動的に選択する小説とでも言うべき、 表現形態を18金美少女ゲームの業界に持ち込み、業界に大きな影響を与え、毒電波という語が年により他者の思考を制御、脳神経を破壊し、対象を電波系と化すものとして広まることとなった。このような他者からの思考電波、制御を防ぐものとして、1927年にジュリアン・ハクスリーはザ・ティッシュ・カルチャー・キングにおいて、 金属で頭部を包むことでテレパシーを防ぐ防具を発案しており、これがアルミ箔で頭部を包むティンホイルハットとして現代化し、日本でいうところの電波系の人を指す表彰として定着している。ありがとうございます。